ね、メール来るまでワンチャンあるかなって思ってた。あね、メール送ったんだけどさ、まだ届いてないけ。ね、そう。一応送ってから配信してる。こんばんは。オンライン行けなくてごめんなって。あ、全然大丈夫よ。ポの生誕祭同時視聴配信を見ておりました。あ、今やってたの？え、これさ、出してる配信で、うん、あ、じゃあ出しちゃおう。わかんないんじゃない？ヤッホー。え、オンラインのね、部屋ね、自分の部屋なわけないじゃん。違うんです、あのね、じゃあスタッフさんに自分の部屋っていいなみたいな。そう、なんかすごい背景が金か、あの金みたいな。そう、それでそうスタッフさんに自分の部屋って言ってみなって言われたから、そう、自分の部屋ですって。こんばんは。あれ、なんかちょっとバレてる。え、バレてるよ。バレてる、バレてる。イチゴで？イチゴでバレた。イチゴでバレた。チュイチュイって。チュイチュイ。イチゴでバレた。イチゴでバレてる。そんなことある？ね。ちょっとあの夢を叶えてあげました。シェアハウス。そういうこと。夢、彼の夢でしょ。違う、トゥイトゥイ、トゥイトゥイの夢を叶えに来てあげたよ。彼が夏希の家に行きたいって。シェアハウス一日目。いやー、記録つけて。シェアハウス一日目。一日。ね、スイスイのファン見てたら怒られちゃう。え、僕たちのトゥイトゥイ取らないでくださいって。でも本当にさ、お母さんしか入ったことないよ。え、だってね、お母さんしか入ったことないだって。え、じゃあ私初めましてじゃん。ね、メンバーの中で初めましてですね。そう、そうなんですよ。なんか今日エサコイサラジオの収録行ってきて、え、誰と収録したと思います？だって私じゃなかったら怖いでしょ。これ誰とだと思う？これ違う人、違う、あ、スイスイじゃないです。嘘です、スイスイです。ね、そこにいる人ってもうバレてる。ね、なっち、え、入ってるよ、入ってるって、ね、そう、なっちゃんのお家に入れてすごいテンション高いです。そう、タイマン申し込んだんです、私が。そう、最後のエサコイサ誰と出たいですかって言われて、え、スイズナツキとタイマン張りたいです。ね、言い方でしょ。何かと思ったら。そう、そしたら二人になってね、そうバトル、バトルしてた。スイスイ、スイスイ家の香りはいかがですかだって。そこにあるよ。何が？犬が？何がある？なんだ？なんか、なんか出される。なんだ？いや、匂い。え、めっちゃ、え、これなっちゃんだ。え、本当に？なっちゃんの匂いした。本当に？うん。そのもう一つは、え、あれ、もう一つは、そのもう一つ。
あれあれねキュウリの匂いするって聞かれてる。キュウリの匂いかな。出して出してよね。なんかそうなんかもうね迷ったんですよね、誰と出たいか。そう選べなくて、選べなさすぎてみんな。そうだからまっちゃん、え待ってもっちゃんのひまたげ配信、え待って、えそっか、えあの子ももう19歳になるのね。早いね、まだ19だ。まだ19か。もっちゃんと同級生になる。やばい。ね、といといってお酒飲めるの？わかんない。といとい絶対飲めないでしょ。ね。飲んでみてない。あれ、あの、レモンサワー3口飲んだって言ったじゃん。うん。あれ以来飲んでないのにさ、わかんないじゃん。お酒が。お酒わかんないもう。23時15分からだって。え、今何時これ23時1分。あ、やばいね全然。あ、そういえばそう言いたいことあったわ。そうそうそう、あ、ありがとう時計、時計ありがとうございます、失礼します。あ、そうはーちゃんさ、もう勝手にね宣伝するんだけど、あの7月15日からですね、みんな聞いてるかな。7月15日あの荒井りりのさんが二十歳になりまして、あのインスタグラムを始めたらしいので、ぜひフォローよろしくお願いします。あのりりので出てきます。赤ちゃんをフォローさせていただいてるんです。そう、私宣伝しとくねって言っといたから、勝手に宣伝よろしくねって言われたから宣伝しとく。そうね、フォローしといてくださいみんな。そうね、今これでさ結構フォロワーさんが増えたら、はるちゃんの配信見てくれたってことかな。おにぎりりの、いや自分のことじゃない。人も宣伝しちゃう。はるちゃんの宣伝ですか。来週の月曜日、エッサ恋さんラジオ。今全く同じ場所メールに書いてた。怖い。読まれた。読んでないよ。ね、皆さん聞いてください。あと7月28日パーティー公演があります。ぜひそちらも。来れる方来てください。スイズナツキさんも出演します。両方います。スイズナツキさん、あ、両方って何、え、あの来週の月曜日と、あ、ラジオ、あ、ラジオと28日。え、そうね、みんな当選してほしい本当に、ね、みんな当選してる、みんなみんな、いちごもそう言ってる。変な使われ方、ね、なっちゃんファンみんな来てほしい、いちごだよ。なっちゃんファン、公演に、うん、配信に、え、じゃあ配信にで、配信に、公演になっちゃんファン来てくれよ。ちょっと違う。じゃあ意味が違ってくる。なんでなっちゃんファン来てくれ。なっちゃんファン配信見に来てくれ。なんかさ、うん、伝えたいね、うん、でも私がさ、うん、はるちゃん配信中ですっていうのも違うよね。確かに。で、私がオフショット撮ってあげる、はるちゃんファンのみんなのために。え、ありがとう。ちょっとかなり
遠いからさ、うん、ちょっと待ってね、行きます。あ、怖い。 ありがとう。だから画面からはけたんだ。そう変顔しといた来てくれてありがとう。みんなスイスイのお家にいるのかな。だって私のお家になりました今家がなくなりましたなちゃん家なくなりました。私のお家になりました。こちら、ね、ありがたくいただきますね、あ、シェアハウスだもんね。確かにそうか、ね、シェアだからね、何でもしていいってことでしょ。何しちゃうかな。まず冷蔵庫乗っ取るか乗っ取るってなかなか言わない冷蔵庫乗っ取ります。ね、この家で焼肉してみようかなしたことある、ね、あの、ないないの。あれの意味なくなるせっかく耐えているのに。確かにね、ダメだった、焼肉ダメだって。ね、目キラキラしてるよね。これね、なっちゃんのリングライトのおかげなの。え、普段使ってるこれ。うん、それの一番ちっちゃい明かり。それ一番ちっちゃい。え、わかんない、なっちゃんが設定してくれた。嘘、つけてたっけ。うん、一番なんかさ、マイナスポチポチをしてみて。ポチポチポチ。あ、そう、それでやってる。え、絶対これだよあ、お仕事ですか。お仕事頑張ってね。また来てね、おやすみちゃん、ね、え、この家でさ焚き火していい？なんかどこの家もダメでしょ。焚き火だって、焚き火してみたいな焚き火して、うん、みたいなコメント来たから。あ、焼きそばならいいよ。だって、うん、え、もういいよ、なんでも全部やろ全部やらせてくれるらしい、最高眠たい、眠いの。お風呂行っていく。もう私のお家になった、これは。疲れ、みんな。天井からシャワー出るのこれ。何の話？なっちゃん家が天井からシャワー出るの？普通にシャワーヘッドからシャワー出ます。シャワー。やばい、おもろ、ね、膝枕してあげないと。だっておいでダメだ、来てくれないカオマッサージして、カオマッサージして、え、ありがとうございます。え、全然ありがとうございます。あ、どっちどっちいつもの感じ出ちゃってるもうやだ、ね、配信でこんなの出してないから。あ、どっちも、え、冷やしてる。あ、うん、ありがとう、ね、なっちゃん、はるちゃんに甘いよね。だってそんなことあるよそんなことあるよ。ご飯2人で食べちゃったね。そう、こんばんはね。画面外でもやってくれないよ、全然。マッサージしちゃってる、もうほっぺね。そういえばさ、聞いてよ、マジで本当にさ、みんなにさ、もう助け求めたい。はるちゃんさ、ね、卒業までさ、あと何日、これ15ぐらい、
7月って31？はるちゃんってさ、はるちゃんの活動時期ってさ、何月何日までなのこれ？31日。あ、31？あ、31かなんですけど、え、来る？疲れて眠い眠い顔してる。うん、ね、眠い顔してる。そうそうなんですけど、31なんですけど、はるちゃんインスタの投稿間に合いません。今さ、2022年のさ、12月25日までさ、あの終わらせたんですけど、あと1年半分あるんですよ。終わらない、終わらないよこれ。あとちょっとだよこれ、無理だよこれ、ね、今日インスタ投稿したクリスマス、ボーのサンタクロース。え、なんかさ、違うんだよそれさ、もうちょっとさ、なんか子供が歌ってるさ、そのそれだと思ったらさ、使ってみたらさ、ちょっと違うから。変えればいいね。あなたもねサンタクロースとかだと思ったけどさ、え、あるよ。あるやん。いや、あるよ。使ったの、ね、いや、ねえ、なんだよ。これだ。それだ。それ。ねえ、間違いだ。もう絶対違う。でも、イケメンおじさんのさ、声になってる。え、卒業したらね、インスタグラムアカウント変えます。これは確実。ね、あの、なっちゃんがフォローしてくれるので、ぜひそちらから。私のフォロー欄から飛んでください。なっちゃんのフォロー欄から飛んでください。勝手に勝手にフォローさせる。鈴夏樹さんが教えてくれるらしい。うん、あ、本当にいいの？いいよ。あ、いいらしい。本当にいいって優しい。ね、そういう、そう、夏樹ちゃんが教えてくれるらしい。ね、あ、昨日オンラインありがとうございました。昨日ね、配信しようと思ったらまさかの、なんか久しぶりにみんなとさお話できて、なんか楽しすぎて疲れて寝ちゃった。テンション上げ、あのテンションが高すぎて寝ちゃったんですよ。で、そう、配信できなかった。もうデスター社ってなんだろう。トゥイトゥイはデスター社知ってるかな。何デスター社、今調べてます。こんばんは。そう、別アカで継続すると思います。はるちゃん髪染めてたらどうする、ね、はるちゃん逆に、うん、なんだろう、はるちゃんなんだろう、スイズヘアになってたらどうしよう。はるちゃんベスターズの話だ。です。横浜ベイスターズの話？あ、それだ。なんか聞いたことあると思ったら、あれね。なんだっけあれ。そうじゃん。そうだよ。本当にハルチュンさ、野球見に行ったんだよ。野球見に行ったらさ、ね、もう負けちゃったんだよ。ジャイアンツ負けちゃったんだよ。スイズ家が横浜ベイスターズのファンだから。そうだよ。スイズさんと戦ってるみたいな気持ちで見てたよ。そしたら負けちゃったよ。ね、そう。しかもね、もう、あ、待って、今日の結果見てない。え、待って、今日の結果見てない。そういえば今日阪神とやってたんだ。昨日負けちゃってさ。ね、今日はどうでした？みんな教えて。ちょっとね、今日はあの全然野球見れなくて、昨日野球見たら負けちゃって。え、待って、勝っちゃっ、え、勝ったんですか。え、待って、はるちゃん見ない方が勝てる説あるこれ。待って、傷つくよそれ、ね、傷つく。可愛い子発見ありがとう。こんばんは。ね、はるちゃん金髪ね、
なっちゃんが金髪の春見たいって言うなら金髪にしちゃおう。うん、見たい。あ、見たい。じゃあ金髪。でも金髪の前に別の見たい。あ、別のですか、わかりました。何がいいかな。あの赤っぽい、赤っぽいのもかっこよさそう。赤っぽいの、なんかさ、春ってインナーカラー似合いそうだよね。あ、ありがとうございます。実は似合います。知ってます。あ、本当ですか。知ってますよ。ね、勝利の女神になれなかった。あ、スイスイ、はい、スイスの声かわいい。だって私はやばい、やばいよ、地雷踏んでるよ、ね、やばい。でもこの声でも聞こえるんだ。聞こえるんだね。ね、これ見せてあげていい？え、いいよ。今見せてあげる。それいつの写真？ね、水曜日。水曜日。顔一緒。顔一緒。可愛いでしょ。これ進んでないの。これなんですかこれ。これいつの、え？これでいい。いや、いいよそれ。え、いいの？いいよ全然。なんか何でもいける。あと、こんばんは。あとなんかあるかな。ここだけにしよう。いい。あ、全然。春のいろんな表情がある。かわいい。本当に思ってるの、うん、ありがとう。どんな顔もかわいいよね。え、ありがとう。待って、私さ、一番かわいいの思ってるんだよ、ね、え、何？デレキアン。え、デレキアン。え、 NG ありだよ。半目ダメだもん、はるちゃん。半目の写真 NG。 ちょっとさ、ここだけさ、こうやって見せていく。あ、全然。ここ見せたらあれだよね。うん、でもいつか見せるよね。あ、いつか見せる。あ、じゃあ先行公開でちょっと近め、これでいい？うん。発射してる。ちょっと待って、これ暗くしたらいいのかな、画面。あ、可愛くないこれ。これ本当はもっと全体あるけど、ちょっとまだ見せれない。寄り添ってもらってるんだって。ね、みんなに寄り添う、うん、好きになりたい。バカにしちゃった。ああ、バカにしちゃった。みんなに寄り添う、好きになりたい。その声真似できるよ、私。みんなに寄り添う、好きになりたい。千葉県出身。幼稚園。幼稚園年長。水槽が好きでしょ。やってしまってるね。あ、間違えちゃった。年齢間違えるのはちょっとダメだよね。やばい。年齢間違えるのは本当に一番やっちゃダメだよ。本当にね。あとこれも見せたい。ごめんね、みんななんかいっぱい見せちゃって。ツーショットや。これまだみんなに見せてないよ。見せてない。やはり持ってない。いや、そう、僕なかったか。これ、困るよ。これいつか載せたい。いいの？うん。ね、ぜひ。以上。旦那と嫁って言われてんだけど、え、誰？誰が旦那？え、誰が旦那？で、誰が嫁？誰が嫁？肩幅うわー、はるちゃんか旦那って言われた。自分でもそう思うよ。自分でもそう思うよ。夏木が旦那ってありえないよね。ダンディーだよ。ダンディー。
ハチュー卒業したらですか、スイスイ押せばいいの。え、スイスイ、スイスイはね、ね、いや、私が春のこれからの乗せ続けるから、うん、定期的に、うん、だからずっと春ちゃんをしてる。いや、スイスイ、スイスイ押して押した方がいいよって言おうとしたら、ね、これからも春のことを押してた。ね、そう、顔か、ね、どうもです、どうも、どうも、どうも、さっきからさ、この家いるとさ、うん、なんかすごいね、かぶるんだよね。さっき何かぶったっけ、怖かったよね。なんだっけ、さっきさ、なんだっけ、あ、なんか12番みたいな、なんだっけ、車内アナウンスみたいなさ、うん、絶対に被らん、12番線がみたいな感じ、なんか、なんだっけ、絶対に被らない声とさ、え、そうだよ、絶対に被らないセリフが被る、そうなんだよ、怖すぎる。あ、なんで撮ってないか、撮ってない。おい、恥ずかしい、おいしない、しちゃったじゃん、恥ずかしい。なんかカメラ向けられてると思ったからさ、決め顔したらさ、撮ってない、撮ってない焦ってた、撮ってない撮ってない気まずい、なんかちょっと視界に視界に絶対こっち携帯向いてたって、ちょっと視界にすごい目力強い春が映って、あ、待って待って、懐かしいの、寝るかった、何疲れてつぼおかしい、もうなっちゃんダメだ今日、ね、なっちゃんいい子だよ、なっちゃんいい子、なんで、ね、何もしてない、いや、いい子だよ、ラーメン食べてたの、いいね、懐かしいでしょ、懐かしい、これ知ってる人いる、これはるちゃん、なっちゃんに借りてた、私が積もってたのはさ、うん、なんか配信してる春にさ、うん、ポチャッコとかさ写真見せたりさ、なんか私アネちゃんみたいになってるなと思って面白かった。本当だよ、アネちゃんや、ね、自粛します、自粛する、アネちゃんやばね、ハルちゃん家族みんなでさ配信乗り込んできてさ渡されるからさ、本当にそれっぽい、アネチュンさんだって、確かに、確かに年齢的にそうなのか、そうだよ、いや、ありえないって、年上に見えって、撮ってない、撮ってない、撮ってない、最悪だよ、いや、撮ってるんかい、可愛いでしょ、ありがとう、ねえ、本当に毎日毎日さ3投稿しないと間に合わないかな。今日はなっちゃんがヨーグルト持ってきてくれるのって違う、何の話よ、あやちゃんさ最近ね毎日お風呂上がりにヨーグルト食べてんのね、フルーツ入れて、じゃあ買ってきますね、え、いいね、いいね、大丈夫です、この時間から空いてるとこね、なんでお風呂上がりに食べるの、あ、昨日食べちゃったフルーツヨーグルト、ね、全然大丈夫ね、そんな大丈夫です、違う、なんか違う、なんか分かんないんだよね、なんで食べてるか、渡されるから食べてるでもそれがめっちゃ美味しくて、そうルーティーンになってて、もうなんか1週間以上食べてる、頭の上でね安定するのはピンがあるから、これ可愛く発見ありがとうね、二投稿でも足りなそうじゃない、わかんない、え、どうなんだろう、え、いつもさどうやって配信してんの、遠くない、これ遠いでしょ、だから足をね、うん、すっごくねこうやってちっちゃくなってね、ごめん、蹴っちゃった、ちっちゃくなってこうするの、なるほど、だからいつもすっごく
あの肩身狭く配信してます。あ、そういうことじゃない確かにそうだけど違う、おもろいね。ルーティーン、ナインティーンで合ってる英語、ナインティーン英語もわかんない。何が年齢、私違うよ。え、あのさ、ん、何の年齢、え、自分の年齢、ナインティーン違う。え、20歳、え、待って、え、どういうこと、20歳がナインティーンと思ったの。え、違う19歳だと思う。違う、20歳って何ティーン、トゥエンティー。あれは、え、ファイブとかどうなの。ファイブティーン、違う、フィフティーンでしょ。違う、え、でも違う5歳は何、ファイブじゃない、え、普通にファイブ、え、どうする、フィフとかだったら、フィフとかだったら、フィフ、じゃあ1歳は、1歳インスタいいねありがとうございます、してきてくれたの、こんばんは、ね、普通にファイブだった、違かった、ファイブ英語できるんだそういえばさ、さっきさ、うん、あれなんだ、あの、いただきますを韓国語でそんな韓国語で2人でご飯食べる前に、そう、いただきますするときに、うん、なんか韓国語を言い出していただきます、ジャムケスも言い出したびっくりされた、めっちゃ普段から言ってないですよ、いや、言ってないかい普段からセットだったらマジびっくりしちゃった、いただきます、ジャムケスも私は春も言ってた、ジャンボケースみたいな、ね、すごいびっくり、ね、みるちゃん、みるちゃん私ですみるちゃんかわいいよ、でもみるちゃんみたいな春の写真ある、え、ほんと見せたいんだけど、イヤーズオールド合ってるね、ありがとう、合ってた、合ってる、韓国料理食べたの、いや、日本料理こんばんは、配信見に来たって、ありがとう、はるちゃん、そうなんだよ、ね、はるかの変顔集ができてる、はい、今度買ってる、え、そういえばさ、あれ、いっちゃんとこうちゃん知ってる、いっちゃん、こうちゃん、もっちゃんもっちゃんの犬、私に言ってるの、あ、そうだね、えみんなに言ってるの、じゃあみんなは知ってるからさ、この会話知ってるよ、いっちゃん、こうちゃん、もっちゃん、え、そう、みるちゃん、それでね、いっちゃん、こうちゃん、はーちゃんでさ、あの、春のことも散歩してくれってもっちゃんに言ったことあるのえ、直接直接なんて言ってた、やだよってやだよやだよ、ね、そう、みんなには何回もそれを言ってるんだ、いっちゃん、こうちゃん、はーちゃんって、そう、ね、はるかのさ、事故のとね、事故動画何だろうこれ、なんかもうトラブル動画が、なんかそれ見て爆笑してる、赤ちゃんね、そう、
めっちゃなんかなっちゃんつぼっちゃった。ブザベタありがとう。テレ笑いじゃない。ね、いやテレ笑いなのかな。断られちゃってさ。もっちゃん始まったの？え今何時？29分だよ。え29分？えこんな時間だった？え私もさ。あれでしょ？そこにいたらさ。時間忘れちゃう。ここいとく？えここ。あなるほど首が。そうだった。だからいつも。はい。ありがとう。ね。あ、ジュアルデイズ。テレテレってないと。ね、ジュアルデイズ。流れちゃうところだった。ね、チャットに載せれないくらいやばい。ね、どうも。来てくれてありがとう。ブザビタありがとう。そう頭に犬飼っててこれミルちゃんって名前。違う。これミルちゃん。あと30分しかできないねって。ね確かに。でもはるちゃんてっぺんまでやらないつもりだから。はるか40分でやめるつもりだから。それさ私の真似だよね。そうだよ。40分までやりますね。45にしようか。47。50、53、55、57、56、57とか。やりました。59分59。5959。バカにしてるね。バカにしてないよ。なんかその配信見てたんで、はるちゃんも。春結構見てくれてるよね、うん、そう。でも1個コメントしたらいなくなっちゃう。え違うんだよ普通に見てるよ。でも何回もコメントするのはあれなのかなって。えだってさ私さ春からのさ返信待ってるんだよいつも。え待ってんのあれ。もう一回春のコメント受けて、うん、聞き直すの、うん、えなんとかって聞くんだけど、あの春が来ないからなんかちょっと気まずい顔して待ってる、うん、え違うんだよ 春はちゃんと見てるよ。でも、うん、何回もコメントするとなんか邪魔かなって思って一回だけにしてあげてるんだよ。で LINE でじゃあ LINE で返すとさそれも全部読んじゃうから。だからはるかは一回でそう。かわいいね。インスタライブで続きだと。あ、てっぺん超えるからってこと？うん。インスタライブってさ、うん、何でもやっていいのかな。なんかわかんない。インスタのルール。ね、わかんない。これじゃん。可愛い。可愛くて美人で最高。ありがとう。ね、こんばんはですみんな。ね、そう。どうしよっかね。はるちゃんもさここにいるとさすごいぼーっとしちゃう。なっちゃんが配信でぼーっとしてるところ見たことあるんだよね。どういう、ね、眠くなってきた。私いつも眠いからどの配信か分かんない。眠くなってきたってよく言ってるから。私さ、夜春いなかったらさ、うん、寝てたかも今。え、ごめん。あ、うん、邪魔、違う違う、邪魔しちゃってごめん。嬉しい意味だよ。邪魔してごめん。でもこれからアイス食べる約束してるだろ。そうだよ、春と一緒にアイス買ったの選んでね。そうなんだよ、アイス買ったん。そう、アイス買ってくれたんです。めっちゃ孫戦ってた。あ、戦った。チョコアイス、え、二人ともチョコ。チョコだね。チョコだ、チョコだ。チョコアイスを食べるの。ポチャコ、ポチャコかわいいよ。ごめんなさい。いいな、そのスクショ欲しい。なるほど。今の絶対事故がだって。しかも1秒でスクショできない、ね、急にポーズきた。私もいつも急にねポーズして、今撮れましたかって聞くの。マジか、逃した逃した。みんな撮れましたみんな。
みんな取りたかにゃん。何それで。わかんない。みんな眠くなってきた。眠くなってきた。あぐいじゃった。すごい。配信のあぐいじゃった。配信のあぐいじゃった。春、うん、春の真似してあげる。うん、ゆいが春ね。バカにしてた今。そんな。うん、南川春香です。うん、南川春香です。ああそういう感じだよ。あらりなです。これさマジでさ。リリナの口癖。ねえ嘘待ってねえ嘘あります、うん、ごめんよねえ待ってやだえねえ無理ねえ無理なちゃんなちゃんねえ無理えなっちゃんって呼ばれてんのなちゃんなちゃん、うん、なっちゃんだけどなんかそれが崩れてなちゃんになってなちゃんなちゃんなちゃんねえリリナのものまでやりやすいなねえ無理待って無理それよくやるよね春ねえ無理なんか誰かの真似したい誰の真似する誰いける誰いけるか比較的誰でもいけるよねうん先輩の先輩ですか誰が特徴あるかなマリナさんだってマリナさんうんうんしか出てこないあれあと何あるかなマリナさんってねえってえそうだよねって春今言おうとしたのえそうだよねどうしたどうしたってあのいつも振り入れとかするとき、うん、鏡の前であの考えてるとどうした言ってくださる。なんだろうと。ななみさんとかえりさんはよくわーってあの真似できないのこれ。面白い。なんか。ね先輩か。先輩。なんかモノマネ劇場のスタッフさんのモノマネならできるどういうことメンバーの皆さん似てる誰か分かった誰メンバーの皆さん誰か分かるあでもこれは私たちに言う時だからファンの方に言う時は、うん、それではメンバーの皆さん準備ができたらステージにお願いしますどうめちゃもういやあの分かったかな分かっちゃったもうバレたバレるよ絶対見られてたらどうすんだよなんだなんだやばい面白いそれやばいじゃねあとだあと誰できるあと誰あと誰がいるかなあどうしたのあと誰できるどうぞじゃあこのものまねする、うん、え、いくよ、うん、え、ここテスト出るからねあ、ごめん春の担任の先生だはいここテスト出るからねはいここ私のじゃあ担任の先生は、はい、ここかあテストに出るのでことを復習しておいて、くださいね、もう誰のものまでもう自分たち自分たちしか分かんないお互いでも分かんない全然分かんない絶対似てるんだけどな。もう
分かるモノマネがいいよね。ね、確かに。でもさ、さっきくらいがちょうどいいんじゃない？さっき？うん、さっきくらい。あ、さっきくらい？劇場のスタッフさんくらいがちょうどいいんじゃない？ファンの方も分かるかもしれない。確かに。でもそこは DMM では使われてないはずだから。自分ね、なんだろう。あとなんだろう。なんか私はリリカのモノマネが得意なんだけど、うん、でもそれは声を張らないといけなくて。今ちょっと声張れない、眠いすぎててかさ、ここもう近所迷惑にならない、近所の方がうるせえ、うるせえよ、うるせえよ、うるせえねじゃあさ、うるさいなとところで止まったんじゃない？うるせえ、待って、今 20% で止まった。え、てか充電器いる？欲しいかも。はるちゃん50でさ、うん、始めたんだけど早っ、30%消耗しちゃった。普通のタッチじゃない充電器どこかな。あれ持ってる？自分で持ってる。あ、でもあった。 20% 20%、 うん。あとなんだろうね。あ、ごめんリングライトを犠牲にするか、春のを持ってくる、それがいい。そこのジョージのカバンの中、線、ジョージの中。あ、そっか、ジョージのモノマネしようよ。あ、ごめん、いい？あ、違う違う、あ、よ、ちょ、間違えない、グーフィーだ、間違えない、事故、間違えちゃった間違えた、じゃあグーフィーのモノマネしようって言おうとしちゃった。あ、よ、怖いね、グーフィーだからグーフィーはグーフィーって言わないの。今さ、違う、おわって、待って、あ、ごめん、ジョージのモノマネは、うん、おわ今さ狙ってんのこれ、トトトトトトトってその音程だった。そう、トトトトトト、あ、今日もジョージのあの何、ナレーションの声とかを、ジョージは今日もすごい、あの、ああ大変みたいなすごい、ちょっとコンセントお借りします。どうぞ。コンセントだっけこれ、うん、あれほら開け、いや、これ、あ、マジで今配信してる、それでしょ。違う、マジで、ちょっと普段 iPad でやるからさ、ハルの携帯どこだっけ、ハルの携帯どこだっけ、なんで、全然コメント読めない今日もうモノマネし始めてからだよ多分、ね、やばい。でもなんかまだやりたい気持ち、ね、やりたい気持ちある。え、なんか、なんだろう、誰ができる、え、これさ、伝わるモノマネの方がいい、それとも伝わんない。あ、全然できるなら何でもやっていいよ。あ、でもダンスの先生とか、ダンスの先生、お、いいじゃん。ダンスの先生何言うっけ。あ、うん、あ、分かった。待って、これ伝わんないよ絶対、なっちゃんにしか伝わんない。あとメンバー、ここの振り両手だとこうなる。言おうと思ったそれ。ここの振り両手だとこうなるんだけど、この手は、これは人差し指。なんでかっていうと、両手の振りだとこういう振りだから。で、その後にメンバーが、ああ、なるほどってとこまでがセットなんだけど、うん、これは多分伝わらない。ね、確かに。想像してください。うん。ね、なぎちゃんに汗を飛ばすあの先生は、え？なんだ、汗飛ばしてたの？え、先生？先生が、え、マジ？え、どういうこと？ダンスの先生のこと？ダンスの先生のこと？
ですか。え、汗かいてるところ見たことない。私も見たことない。でもさ、一緒にさ、ストレッチとかしてさ、すっごいみんな汗だくなのにさ、先生だけ汗かかない。ね、絶対さ、汗かかない人だよ。確かに、言われてみれば。汗見たことない。この2年間で汗見たことない。それな。こんばんは。ブザービートありがとう。こんばんは。なんだろう。ユーハのあのロックブロックの煽りはいつもお前らまだまだ盛り上がれる、あ、なんだっけ、お前らまだまだテンション上げていけるよなっていうの、いけるよなって。なんかさ、なんか可愛い。可愛いよね。ロックじゃないそれ。そう、ロックじゃなくてまだまだ足りないぜみたいな。可愛いのそれ。師匠が言ってた。4期生に教えに来てくれた初めての先生。ああ、え、3期と一緒なのかな。3期と一緒。わあ、三択ある。ね、三択。確かに。どんな方かな。ああ、じゃあ私たちのパーティーを一番最初のパーティー。じゃあパーティーじゃないの。 NGT48 と、うん、そう NGT48 とね、ロック感ないのが可愛いって。確かに可愛いよね。可愛い。え、マジで46分。やばいねこれ。私さ、あ、ね、ごめん、あとでいいよ。あとで、あ、あとで。私やったの知ってる。え、知ってる。見たよ。え、見たの。うん、DMM。 ありがとう。私ね、うん、マジにならなきゃってやったんで。あ、ね、見たよそれも。なんで全部見てるの。見た。え、はやちゃん公演見てるもん。え、ありがとう、うん、嬉しい。え、かっこよかったと思わない。私え、かわいかったよ。え、あれね、結構ね、イケボでできたと思った。え、あれなんだっけ、その前の MC なんだっけ。なんかさ、うん、赤ちゃんっぽいって言われてからさ、そのセリフ言わなかった。え、だよね。え、しっかり見てんじゃん。そうだよ、めっちゃパーティーも楽しみだね。ね、28日。やばいね、28日だって。やば。あれねえねえ、28日ってさ、うん、来週の日曜日だよ。来週の日曜日だよ、28日って。マジ。え、申し込みいつ。まだ始まってない。始まったらさ、毎日宣伝するね。あ、ありがとう。ありがとうございます。え、そうなのか。え、来週の日曜日。来週の日曜日、うん、次の日曜日、ガッタファンのオンラインか。そうだね。うん、どうもどうも。ナッツリンと歌って、だって。いいよ。何歌う。世界でやばい、一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつも私ハマりの方だよ。そっちの方、うん、あ、そっちの方、うん、せーの。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス。はるか、ちょっと歌えるんだ。はるか歌え、発見やめて。あ、はるか歌えるんだ。今さ、すっごいちっちゃい音だったね。ね、はるかちょっと歌えるみたい。手もでもやりたかったな。手もでもの、やろうよ。え、やろう。やろうよ。ね。やろうよでできるものなの。
好きだから。君のことが好きだから。サンキュミニ劇場懐かしい。イエーイ。始まりました。サンキュミニ劇場。本日は南ちゃん遥と。水槽が月が逆やん逆やん自己紹介逆やん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後の公演も楽しんでください。バイバーイ。バイバーイ。換気休憩あるのかなあると思う。多分ある、うんね、あると思う。どうなん、アンコールではなさそうだから。確かに、まあ、でも換気休憩という名のアンコールだよね。ああ。ミニ劇場ね、どうだろう。はるちゃんさ、あれやりたいんだよね、受付。あ、やりなよ。え、できんのかな。できる、できる、できる。誰に言えばいい。メンバーの皆さん、準備ができたらステージへお願いします。え、普通にさ、連絡すればいいってこと。うん。え、当日に言ったら失礼だった。いや、うん、前の方が。前の方が本当。え、できるかなもうバレてるそれ名前出してないんだけど。えどうさんってえどうさん、こんなにさファンの方とさ仲良しのスタッフさんってすごいよね。すごい、ね、はるかも。いや、はるかだ、無理か。はるかん、違う、はるかもスタッフになろうかなって思ったけどさ。嬉しい。違う、はるか、そしたら私50歳まで続けちゃう。やばいやばいやばい。じゃあはるかさ、スケジュールとか間違えそうでクビになっちゃいそう連絡するの忘れてクビになりそうかなんかやりそうじゃない、仲を やらかしそう。私もやっちゃいそうやばい。私なんか違う人に違うスケジュール送っちゃいそう。やばいやばいね、それ。ね、ちょっと眠たいから明日にしようとかちょっと眠たい、あ、明日明日送ればいいかダメすぎるダメすぎる、それ、ね、やばい。ドジッコハルチュンですから。ハルチュン可愛い。ドジッコハルチュン、ドジッコハルチュン、あれきりあれきりこれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。ありがとう。ね、首ね、あ、なっちゃんが50歳までやることになったら、ハルも50歳までスタッフやることになったら最悪や最悪、50までやめれない待って、そういうことや。じゃあそしたらさ、ハルが今度メンバーの皆さんメンバーの皆さんステージにあるあ、ハルの、ハルの皆さんファンの皆さん、ファンの皆さんは言わないんじゃん。あ、言わない。どうなんだろう、一列目の方とか言うよね。あ、なんかたまに、うん、そのお見送り準備してる時に客席でハハハって笑い声が聞こえて気になってる。え、だよね、わかる。え、もう多分さ、何言ってんだろう、メンバーの皆さんの方が面白いこと言ってるのかな。え、すごい気になる、ね、帰りたくなっちゃう。ね、確かに笑い声聞こえるよね。ね、たまに。うん、あーちゃんさ、あれやりたい。え、多分なっちゃんも一度 やりたいって思ったことあるんじゃない。おにゅう。おにゅうって何。おにゅうのわーまぎ。あ、なんでもないです、どうぞ。あ、じゃあ、あーちゃん仕事のことで。あ、違う、人生相談みたい。はい、本日はどうなさいましたか。じゃあ、あーちゃんさ、ビールの売り子やりたいんだよね。 あるでしょ、ある。で、話したよね、それこの前。え、そう思った。私も言ったよね、その話。なんかビールの売り子やりたい、やりたいよね、野球場のね。え、そう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 、やりたいって言ったら、ね、春もやりたいと思ってた。そう、私も。で、そしたらなんか家族みんなに猛反対されて。あ、私も。え、絶対モテないよ私も言われた、それ絶対絶対無理だよ、重いよって。私も。そう、同じだったんだね。同じじゃん、何回も言われた。え、そう、言うたびに言われる。え、そうなんだよ。ダメだから、うん、じゃあグッズ販売のお姉さんになるたまにさ、あの野球の試合中にさ、うん、広告で出るじゃん。うん、今
ハマスタでは今絶賛ユニフォームが売っています、こんな感じですみたいな、あのお姉さんに。でもちっちゃい時はその前のチアに、うん、チアやりたかった。可愛くない、可愛い。はるちゃん頑張ればいけそうかな。ビール売り子、うん、なっちゃんは多分無理だと。なんでなっちゃん、なんでよ。なっちゃんさ、え、モテ、え、力持ちになるのかな。力持ちだよ。あれね、腕相撲やらない。腕相撲やらない。さ、気になってたんだよね、春がどんだけ強いのか。え、マジやろうよ。やる。待って、あと残り5分で腕相撲やります。いや、私さ、本当に気になってたの。春が、え、優勝したっけ。え、優勝しました、一応ね。あ、そっか、ひなさんと最後戦って。そう。え、なっちゃんの骨折らないかな。これさ、もうバキバキバキってなんかなんすごい音。え、これ春どこ行けばいい。え、いいよそこで。あ、みんな見えないけど。みんなちょっと見えないけど、ちょっと実況するわ、じゃあ。はい。いや、それさ、まっすぐなってる、大丈夫。あ、なってます。行きます。誰がレディーゴー言うの。あ、じゃあそちらで。絶対無理だ。じゃあ行くよ、うん、せーの、レディーゴー。え、待って、違う、ちょっと待って、ちょっと待って、12位タコボーズチュン、ありがとうございます。11位キットマイライン333チュン、ありがとうございます。10位ビッグラブコチュン、ありがとうございます。9位マルチュンチュンチュン、ありがとうございます。8位マーチュン、ありがとうございます。7位サリョチュン、ありがとうございます。6位ビールバラチュン、ありがとうございます。5位ノムさんのマチュン、ありがとうございます。4位レイチェンズチュン、ありがとうございます。3位ドラミチュンのマチュン、ありがとうございます。2位鉄尾ちゃん、ありがとうございます。そして第1位はドルルルルルタン、山ちゃんのまっちゃんです。ありがとうございます。ね、ありがとう、来てくれて本当にお疲れ様です。おやすみ。
みんないい夢見てね。キュウリポーズ。みんなに寄り添う月になりたい。ありがとう。おやすみ。ありがとうございます。また来てね。おやすみなさい。バイバイ。